そう、 STU 入ってから一人で遠出するのは初めてだったかもしれない。入る前はあったけど、オーディションとか行くのは一人だったけど、入ってからは初だったから、すごい迷子にならないように必死でした。ではでは、お土産を紹介したいと思います。いっちゃん卵ありがとう、りんたろうさんハートありがとう、いっちゃんバラありがとう。じゃあお土産紹介します。まず1個目はこちら、はい、ミッフィーのパン屋さんに行ったパンが入っていた袋を食べた後の袋です。食べた後の袋を、可愛かったから捨てるのもったいなくて持って帰ってきました。あ、おしぼりも入ってた。ミッフィーベーカリーもらいます。これもちょっとカピカピにならないぐらいはちょっと大事にして、カピカピになりそうな時に使おうと思います。ミッフィー美味しかった。ここのパン屋さんまた食べたいです。アーモンドが上に乗っててめっちゃ美味しかったです。はい、続きましてお土産紹介第2位、いいですか、こちら、じゃーん。アウトレットに行って、アウトレットで買いました服を。春のアウターがなかったので、実はこれは同じ店に3回行って買うかめちゃくちゃ迷って買いました。イエーイ、アウトレットで買った服です。1回行ってそのお店で全部一番最初にそのお店に入ったんですよ。でその後にぐるーって全部見て回ってもう一回行って、いやでも広島でも買えるしね服はと思って、広島で買うかと思って一旦アリオに行って、アリオぐるーって全部回った後にやっぱり忘れられないなと思って、やっぱり気になると思ったからまた戻ってアウトレットまで買いました。こちらアウターです。今アウターが去年買ったトレンチコートしかないんですけど、もうそれがちょっともう着すぎてあれだったから、今度からこれをいっぱい着たいと思います。イエーイ。そして最後のお土産です。最後のお土産こちらです。チュチュアンナです。チュチュアンナで買いました。はい、チュチュアンナは全国チェーン店だし、広島にも本通りにあるんですけども、チュチュアンナに行きました。アリオに行ってそう、チュチュアンナ行った。なんかアリオのチュチュアンナが今日オープンかなんかで、今日から3日間セールしてますって言われて、これはもう買うしかないやん、さあやんと思ったから買いました。まず1個目、なんか4足買ったら安いです、 20% オフですって言われたから4足めっちゃ迷って、こちらとこちら、まず1個目ね、ちょっとなんか春っぽい素材のこんな感じの色味です。そして寒さ暑さ知らずちょうどいい靴下っていうのを買いました。ちょうどいいらしいので楽しみです。本当にちょうどいいのか私がちゃんと検証したいと思います。続きましてこちら、何にでも合いそうなブラウンの靴下です。最後こちら、ちょっと春っぽい感じの透け感のあるシアーな靴下を買いました。イエイ、4足買ったので 20% オフでした。やったね。続きましてこちら、明日妹が誕生日なので妹への誕生日プレゼントを買いました。妹何が好きかわからないので、小学校の時の妹のままで泊まってるので、私のイメージはこれを買いました。妹今年21歳になります。21歳の子に何あげたいか分かんなかったのでちょっとこちらにしました。
以上です。これはあの5周年にお母さんが多分来るかもしれないので、その時に渡そうと思います。送ったらね、あの送ったらまたお返しが来てキリがないので、5周年の1ヶ月後に渡したいと思います。以上です。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。なんかね、今日あった話とかも話したいんだけど、もうね頭が回らないんですよ今日は。森健銀河さん卵ありがとう。今日じゃあ昨日のスケジュールから行こう。昨日は5時に起きて撮影に行きました。で帰ってきてウォーキングに行ってお好み焼きを食べに行きました。でそっから餃子の配信をする餃子の材料を買いに行った。そんで材料じゃないや、配信をするこの背景を作る作業と野菜を準備して写真とか撮ったりして、で餃子配信をしました。はい。そしてその後ソラハさんとサラちゃん、サラピがソラハさんとサラピが食べに来てくれたので、あの餃子の皮を消費するチャンスだと思って餃子の皮でピザみたいなやつを作って、キムチとチーズと皮を全部消費してもらいました。ありがとうございました。でその後はちゃんと食器を洗いました。えらい、明日朝早いからもう食器後回してもいいかなと思ったけど、キムチだし鶏肉も切ったし混ぜたし、ちょっと危ないなと思ったからちゃんと寝る前にやって、偉かった偉かったですね。そうサラちゃん のストーリーに上がってます、ぜひ見てください。昨日の夜に明日載せるわって画面見せてくれたので知ってました。そんで今日は5時にまた起きました。そう今日はね5時に起きて準備して、で広島駅から倉敷駅まで直通がないので乗り換えて行きました。どんぶらこと行きました。スケモンさんバラありがとう。しんいちさん卵ありがとう。そんでもって帰宅した今。あっちゃさんかわいいぞ、ひよこありがとう。ぶんにーちゃん卵ありがとう。ひろさんハートありがとう。ふわそう、もう今日2万5千ぐらい歩いてた。やったやったやった。そうもうそうなんですよ、3時間座りっぱなしなことあんまりないじゃないですか。だからね、いっぱい歩いたし。かまちゃんありがとう、スタンプありがとう。そう今日はもうね絶対ぐっすり眠れますなんかこの服さ上がってくるんですよこれ。だからここがなんか肉みたいにはみ出るのが嫌なんです、隙間なのに嫌だなそうめっちゃ可愛いのに。これねこの前スタッフさんも褒めてくれた、この服めっちゃいいじゃんパセリセンスあるねって言われたんですよ。なのにねこのワンピースに合わせたらね上がってくるからねダメだった、ダメでした。これはこれだけで着るのがいいかもしれない、このワンピースじゃなくて。めっちゃ気に入って最近いっぱい着てるんです。美川さんかわいいありがとう。かまちゃんハートありがとう。歩いたらポイント貯まって交換できるアプリ使ってる、使ってます。コークオン使ってる、自販機のさコーラのやつあるじゃないですか、あれ入れたら歩数が全部いっぱい溜まったらドリンク1本もらえるんですよ。私今1回全部溜まって今2枚目、 2ランク目みたいなやつやって
もうね、すぐたまりますね。美術館行ってないです。今回は食べ物のあれ、食べる企画じゃない、食べる旅、食べ旅です。こんばんは。今日暑くなかった、ちょうどよかった。薄手のコートだからちょうどよかったです。あれはトレンチコートだから結構薄いから朝は寒かった。あとヒートテックも着てたから大丈夫でした。ちょうどよかったです。シェンさん、花束ありがとう。こんばんは。一人旅楽しい、楽しいけど、あのなんか食べる時とかに自撮りが全部同じ画角になるっていうのが悩みでした、今日。でもね、でもあのデニムストリートのデニムソフトを食べるときに11時半ぐらいに行ったら準備中ですって書いてあって、で12時ぐらいにまた行ったら準備中ですって書いてあって、13時40分から営業再開しますっていう紙が置いてあったんですよ。だからどうしようと思って、どうやって時間潰そうと思ったけど、もしメンバーと来てたら、あ、じゃあいいや、もうまた今度来た時に食べるって私絶対言うんですね。絶対言うんよ私。でも一人だから他のとこぐるぐる回って、あのいっぱい歩いてウォーキングして自由に、でまた帰ってきたらちょうど40分、1時40分だったから、それは良かったなと思った。一人旅だから、あ、この店行きたいなっていう場所にも行きやすいし、あのなんか一人のさ、一人の意見で全部行けるっていうのがすごい良かったです。でもね、寂しかったからずっと美穂とあの LINE してました。美穂とサラちゃんとかと LINE してた、あとソラハさんとずっと LINE してました。なんか、ね、昨日の夜にソラハさんとサラちゃんに明日倉敷行くんよって言ってたら、何しにみたいな、一人でって言われたんですよ。で今日お昼ぐらいにめっちゃ食べてしまったって言って画像いっぱいバンバンバンって送ったら、いや本当に行ってるやんみたいな言われて、いやそりゃ、いや行きますよ、行くって言ったのにね、信じてなくて二人とも、いや本当に行ったのみたいな言われて、本当に行きました。でね、あの載せたやつとツイートしたやつとあのコロッケを食べた。だって昨日もね、昨日撮影終わってからお好み焼き、しかも電光石火のめちゃめちゃでかいやつ、たっぷりチーズのやつに肉トッピングさらに加えて食べた後にその後アイスもたくさん食べて、で夜配信の後餃子をさ、ソラハさんとサラちゃんと食べたから、お腹のその撮影までずっと最近食事制限をしすぎて胃袋が縮んでて、今日もっと食べたかったんですよ。アイス全制覇する気持ちで行ったのにできなかったんです。もうお腹は頑張ればまだいけるかなと思ったけど、お財布とかの事情もあるじゃないですか。で、あ、じゃあまた今度にしようと思って、なんかアイスもさ、ちゃんとしっかり一個一個の味を覚えときたいし、こう無理にお腹にこう詰め込むように食べてもなんか違うかなと思ったから我慢しました。なんかまた行きたいと思います。またリベンジしようと思ってます。もうそういっぱい食べ過ぎた昨日今日。でも僕帯あるので明日明後日でまた戻そうと思っているので、ちゃんと過度な制限じゃなくてちゃんと食べて落ち着かせようと思います。胃袋を。そう、もうね、充実の2日間って感じでした。だからもう
なんか明日もどっか行きたいんですよ。そう、でもさすがに体を休めないと5周年のレッスンがどんどん入ってくると思ったら、もう今のうちにしっかり休めとかないとと思って、公演もあるし、あと対バンとかもあるし、そうなんです。明日本当は唐戸市場行こうと思ったけど、お母さんにね言ったんですよ。金曜日唐戸市場行こうかなと思っとるんよって言ったら、そしたらお母さんが「土曜日にしない？」土曜日だったらお母さんも行こうかなって言ったんです。でも無理だったんですよ、予定合わなくて。だからもうまた今度にする。明日はもうゆっくりしようと思います。ゆっくりする。もうあちこち行き過ぎてもね、良くないと思うので。休んでまたどっか時間があるときに行こうと思います。お母さんとさ、倉敷行きたいと思った。なんかお母さんと佐賀のばあちゃんと行きたいと思いました。そう、なんかね、好きそうと思った。あー、なんかここの景色、佐賀のおばあちゃん好きそうやなとか思いながら今日歩いてた。絶対楽しいだろうなーって思いながら歩いておりました。行きたいな、また明日にでも行きたい、倉敷に。すみえ めっちゃ良かった。なんかね、私岡山は岡山県自体が2回目なんですよ。で、前回が「ありありありお」の収録で沖さんと行って、で前回も今回も倉敷だったのね。そう、ツアーの岡山の時も参加できてないので、私ゆきりかが同じポジションだったから、ゆきりかが岡山とか愛媛と香川出てたから、私愛媛と香川と岡山が瀬戸内7県で行ったことない場所だから、とりあえず今回岡山行ったので、香川と愛媛にあと行きたいです。もう睡魔が来るわ。こんばんは。美穂は毎日 LINE してるから、もうね、リアルタイムで知ってますよ、情報は。美穂が今何してるかとか、今度どこ行くかはもうね、私はもう全部知っておる。だから電書バトちゃん大丈夫です。ただいま、こんばんは。毎日 LINE してるからね、全部。今日も美味しそうな画像がめっちゃ来た。もつ鍋とか焼き鳥とかめっちゃ来ました。昨日もアイスの画像来た、今日もアイスの画像来た。ソフトクリーム食べてた、ミニストップみたいなやつだったか、多分そう。今日はもうぐっすりぐっすり。でもお風呂、髪の毛乾かしたら目が覚めるんですよ。髪の毛乾かす時間が本当に目が覚める時間、タイム？ん？目が覚めるタイムだから、それをささっといかに早く終わらせられるかが早寝のコツです。皆さんも頑張っていきましょう。ふわー、ふぃー、ささっと。もう無心であやぱんがいつもアドバイスくれるんですけど、お風呂は無心で入らないとダメだよって言うんです。だから私は最近もう無心で入っています。今日ね、あそこ行ったんですよ、タワレコ。
アリオのタワレコに行ったんよ。そしたらね、2018年の大きさの写真が飾ってあった。可愛いと思って写真を撮った。うわあ、あと生誕のメセカもあって感動した。広島にもあるやつやと思って感動しました楽しんできちゃった普通に。持って帰ってないよ、持って帰ったはないです。ちゃんと写真だけ撮ってきました。あのパシャって1枚だけね、青木さんいると思って撮りました。あるよね。私結構広島のさ、タワレコでも生誕のやつ書くんですよ、メンバーのやつで。たまに、この前も誰かに言われた、リンコかな、リンコに言われた、パセーみたいな、楽屋で急にパセーありがとうみたいな言われて、何って言ったら、なんか生誕のカード書いてくれたでしょって言われたけど、多分だいぶ昔に書いてるから、半年以上前ぐらいに多分書いてるから全然記憶になくて、え、書いたっけってなったね。時差があるじゃんあれって、誕生日が来る前に置いてあって誕生日の後に届くじゃないですか、ね、だからもう自分が書いたことを誰に書いたかをもう忘れちゃってて、あーってなんかお礼言われたけど自覚がなかった。書いたみたいです多分。そう、結構書く、メンバーも書くよね結構。お前髪がね、前髪がね、もう風に吹かれてね、もうなんかパリパリなんですよ。スプレーしてたんだけど、もうこんなバラバラ。もうね、くし。なんかあれ、ほら、伝える？固めてるからこんな感じなの。固めちゃったからね。こんばんは、やっほー、ピョン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 なんか M1 のオープニングみたいになっちゃった。ピョン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 ね、かわいい。この前スタッフさんが褒めてくれた、センスがいいね。M1 のオープニングはあのソロイベントの時の、ソロイベントの時のオーバーチャーがなぜかその M1 の曲だったのが未だに謎すぎて、何だったんだろう、あのSTU48 じゃなくてさ、あれだった、何だったんだろうでも別にあれは大阪会場だからだじゃなくて、あの広島会場の人も東京会場の人もみんなあれらしいですよ。なんでどうもーって出てくさ、あれじゃん、音じゃん。未だに不思議、1ヶ月経ったけど不思議。なんで、なんでなんで、どうもそう、全員あれらしいですよ。クロさんお疲れありがとう。そうだよ、ショートコントとか始めるかと思った。こんばんは、お疲れ様。木曜日明日頑張ったら金曜日終わる。金曜日が一番好きです。明日晴れるよね。晴れたらもう私は日光浴しよう、もう日を浴びよう。なんか夕日を見るのがすごい好きで、あの
部屋から見る夕日がすごい好きなんですよ私昔から。実家の頃もなんかさ家に差し込んでくる西日がすっごい好きでいっぱい写真に撮るんよ。写真にいっぱい撮るんやけどさ、私ね STU 入ってから最初の頃あのスマホの容量を消すために STU 入る前の写真を全部ね消したの。全部ってかもう70% ぐらい、7割ぐらい消しちゃって、だからせっかく綺麗なさ夕日の写真とか、家の周りが結構田舎だからさ、あのなんていうの、野原みたいなところが急に家が建ったりするわけですよ。野原ってなんかなんて空き地、空き地が急に家建ったりとか住宅地になったりするから、そういう昔の景色をせっかく残したのに STU 入った時に7割ぐらい消しちゃったからもうなくてね。だから今はあの自分の家からの夕日とかをいっぱいスマホに残してます。いっぱい撮っとこうと思って、なんかいつかさこう見返したりする時とかに。サラピメールで餃子見たよ。お、メールにも送ってくれたの？インスタだけじゃなくて、言えなかった、インスタだけじゃなくて。わあ、めっちゃ食べてたもんなんか私がさ全部次から次にさ出すからさ、なんかすごいまかない食べてる人みたいだったよじゃあ今度はサラちゃんになんか作ってもらおうかな。なんか作れるかな、サラちゃん。クラさん、かわいい、ありがとう。もう寝ようかな、今日は頭が働かないから。今日はあのゆっくり休もうかなと思います。あ、なんかサラちゃんが家に来るのがその2年前ぐらいにさ、2年前じゃない1年半前ぐらいに部屋の私の部屋の掃除をしてもらったぶりだったんですよ。そしたらすっごいなんか褒めてくれました。褒めてっていうかなんか家っぽくなったねって言われましたなんかその頃その時の私の家はカーテンもカーテンの丈が半分しかなかったんですよ。間違って買っちゃったから、カーテンの丈半分で机もまだなかったし、カーペットもなかったし、でソファーもなかったし、ベッドも多分なかった。でこのなんかこのなんていうの、これこれもなくて、このなんていうんですか、これわかる、なんていうんですかこれ、棚みたいなやつ、棚みたいなやつもなかったし、あの洋服かけるポールハンガーみたいなやつもなかったし、本当に何もなかったから、なんか家らしくなったねって言われて、うん、だよねと思った本当にね、なかったんですよ何も、その時は。だから住んでる感が、なんかその時も本当に住んでるって言われてて、住んでたのに、めっちゃ普通に生活してたのに住んでるのか疑われてて、いや住んでるわと思ってたけど、そう、まあ、でも引っ越してきたばっかりだったから何を買ったらいいか分かんなかったのもあって、で全然買ってなくて家具とかを。まあそうね、やっぱ家具って高いじゃないですか。だから全然ね揃えてなくて、今はあのネットですっごいなんか安く見えないけど安いみたいな家具を探すのが好きなんですよね。それでどうにか住んでる感が出たらしいです。よかったよかったよかった。段ボールに服入れてた頃、あれは、いや段ボールに服入れてた頃はあれ引っ越してきたばっかりだったんですよ。引っ越してきてたばっかりだったから段ボールだっただけ。あの実家から夏服を段ボールで大量に送ってもらったので、だから段ボールに入れてただけ。配信の時はね、普通に段ボールはその後すぐもう捨てましたよ。
ボール、家具、ああ冷蔵庫も、そう冷蔵庫、いや違う、冷蔵庫がなかったのは前の家ですね。前の家は冷蔵庫なんか、テレビもなかったし、冷蔵庫もなかった、ベッドはあったけど、でも壁が薄くて、めちゃめちゃ壁が薄かったから、配信が夜配信ができないかったから、だから私毎日配信してなかったんですよ。本当に本当にびっくりするぐらい壁が薄くて、その時入った頃、山崎さん、かわいい、ありがとう。配信中にさ、ドンとか、普通に話してるこんぐらいの声量だったのに、ドンドンみたいな壁から聞こえてきたから、そう、そうなんですよ。困っちゃうよね。レオパレスではないですね。どんな偏見。今日は終わろうかな、終わろうかなって言ってから喋っちゃった。じゃあ終わろうと思います。うわー、よく頑張った2日間5時起き。おはようツイートも皆さんありがとうございました。みんな早起きですね、本当に。お仕事とかもお疲れ様です。山崎さん、ひよこありがとう、10匹。陣内さん、お疲れありがとう。明日はもう5時に起きなくていいんだよ、みんな。もう私は昼まで寝てもいいんだ。でも絶対5時に起きちゃう、もう体がそうなっている。勝手に目が覚めちゃう、絶対に。昨日と今日はアラームで起きたのに、明日はもう絶対自然と目が覚めるやつだ、絶対に。もうそういうのあるよね、ぐっすり寝れる時に勝手に目が覚めるやつあるよね。うわー、頑張ろうね、みんなたくさん寝ようね。まつげが今日も綺麗に上がってすごく良かったです。じゃあ終わろうかな。なんかさ、丸一日寝るメンバーとかにさ、コツを聞きたい。待ってください、今日ってさ木曜日よね。で、今日みんな科捜研の女が始まる日じゃ、違う、最終回の日じゃない？科捜研の女最終回もう終わっちゃった？見なきゃ、録画してるやつ。寝る前に見たいけど、頭に入ってくるかな、この眠すぎる頭に。科捜研の女最終回だよ、マリコさんお別れじゃない？あ、今やってる？じゃあ明日見るか。昨日からさ始まったんだよね、刑事ドラマ。またクソナイン始まったから、深川麻衣さん出てるからみんなを見よう。今日朝から途中まで見ました、録画したやつ。あ、もう終わるの？本当だね、あと15分ぐらいで終わる。科捜研、じゃあ明日見るね、録画してるから。多分録画されてると信じて寝ましょうかね。黒さん、ひよこありがとう。わあ、まばたきが増えてくる、眠くなると眠くなると。じゃあ終わろう、本当に終わろう。しんいちさん、だるまありがとう。山崎さん、ハートありがとう。じゃあ終わります。あ、その前に皆さん、瀬戸内 PR 舞台の投票を忘れずによろしくお願いします。私のツイッターに飛んでプロフィール欄からモーメントを開くと PR 舞台のモーメントもあるんですけど、実はツイートしてないけど、あの、今までの食べ物の情報、パセリがつぶやいた瀬戸内の食べ物の情報もモーメントにこっそりまとめておりますので、もし
ああ、寝る前に飯テロを受けたいなみたいな人がいたら、そういうド M 気質の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひチェックしてみてください。あとは今度僕の太陽公園に行くよとか、僕こういう公園行くよとか、5周年行くけどどこ行こうかなって今計画立ててる方も、ぜひぜひぜひチェックして胃袋を共有してみましょう。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ。適切な時間に飯テロを受ける。じゃあお昼にしてください。参考にします。ありがとう。投票しました。ありがとう。投票しましたも言えない。もう口がさ、寝てるんですよ。もう口寝てるから、口が今日うまく動いてない。じゃあ皆さん、倉敷のかっぱってお店のとんかつ、あ、見たかもしれない。そのお店なんかあったよ。見たよ。それ美味しそうと思いました。でも今日アイスを食べにね行ったから、アイスをたくさん食べた。また次行った時もアイスを食べる。あとは桃のアイスのとこと、なんか桃を保存料とかを使わず、なんか桃の素材の味をソフトクリームにしましたみたいな書いてるやつがあったんですよ。あと倉敷桃子のパフェと、それも食べたいし、あとね、うふいちごっていうお店のいちごチーズケーキパフェみたいなやつも食べに行ったんですけど、なんかまだ解凍できてなくてみたいな、開店した直後だったからまだ解凍が間に合ってないですみたいな言われたから、また今度それのリベンジに行こうと思っております。あとは何だろう、あとはね、なんかあったかな、あ、なんかお花畑ソフトとかありました。あとはなんかあったかな、なんかね、クマがジュースかなんかに浮いてるやつを見つけた。あと蜂蜜ソフトクリームと金ごまのソフトクリームを見つけたけど、金ごまのやつは本店が京都ってもう事前に調べた時に書いてたから、昨日調べていったら本店は京都ですってなんか書いてて、チェーン店みたいだったから、とりあえず今回は倉敷のやつを優先的に食べてみました。デニムアイスはブルーベリーとラムネの味がした。なんかね、事前に調べていったんですよ。デニムソフトとかも開店時間と閉店時間と定休日を調べていったんですね、全部の行きたい店ので。したらなんか口コミに、デニムソフトは見た目とは違い濃厚なバニラの味でしたって書いてる人がいた気がしたの。だから私は勝手にバニラの味と思って食べたんですよ。そしたらラムネとブルーベリーの味がして、え、私ちょっと味覚やばいかなと思って、私なんか味覚音痴だったかなと思って、デニムソフトブルーベリーラムネって検索したら、合ってました。合ってた、ちゃんと私の味覚が合ってた。 そう、ブルーベリーとラムネの味らしいです。よかった、安心しました。でもデニムまんも食べたい。あ、あとね、柿せんべいも食べたんですけど、柿ちまきと柿肉まんみたいなやつも食べたいなって思った。次は食べれてないから、ちょっと食べ物がさ美味しそうすぎて、お財布がどんどん、私の体は太っていくのにお財布がどんどん痩せ細っていくんですよ。だからちゃんと普段のスーパーとかで買うアイスをちょっと我慢して、倉敷に行く用の貯金をちょっと作っていっぱい食べたら、心も体も満足みたいななると思います。 本当にもう、そう、なんかいっぱいねお店があるのよ。想像したよりも
あのいろんな、なんか路地裏みたいなのがいっぱいあって、そう、このカフェも美味しそう、このカフェも美味しそう、ここのランチ美味しそうとか通りすがりにいっぱいあったから、ちょっと気をつけてください、みんなね、美味しいものがたくさんあるよ。だからダイエット中に行くと誘惑だらけだと思うけど、でも桜を見ながらウォーキングもできるし、ウォーキングしたい方にはいいと思います。黒さん、ラブレターありがとう。そうなんですよ。ジュノラニカエグレさん、卵ありがとう。うわ。でもね、そのアイスとか食べたのがね、もう12時とか1時とか、もうそんぐらいだったんですね。最後に食べたやつで1時40分だから、もう全部をお昼前に食べ終わっちゃったから、今もうね、お腹は空腹です。普通に腹ペコです。そう、なんか人って終わりますって言ってからめっちゃ喋るけど、いいですか、10時まではまだ猶予があると思って。その人ってね、眠気じゃない、睡眠が取れてない時は、睡眠がその眠いっていう体の疲れを食に行こうとするらしくて、だから一旦その食べたい気持ちは寝たらなくなるかもしれないみたいなのを見たことがあるんですよ。でも今のこの私の空腹は多分両方だと思う 両方だと思うんですけど、どうしよう。明日から頑張るって決めてるから、ちょっと今日のうちに食べるか、もう寝るか。食べたい気持ちもあるけど、寝るか。そうなの。睡眠とったら食欲が収まる時もあるみたいな、読みました。捜査一課長？何？捜査一課長始まるの？お土産買ってないの？紹介しました、今日今配信でお土産紹介したよ。服と妹に靴下を買った。あと自分に靴下。岡山のお土産とかは買ってないですね。メンバーとかにも買ってない。なぜかというと、食べ過ぎてお財布が痩せ細ってしまったからです。こんばんは。なんかすごい終わってほしいみたいな感じ。なんかもう私さ、天邪鬼すぎてさ、終わりますって言ってから終わらなかったのは、普通に話したいことがあったからなんですけど、早く終わりなとやると終わりたくなくなっちゃう。天邪鬼。楽しかった。こんばんは。でも私の配信終わりますって言ってからが長いみたいなとこあるからね。目も覚めてきました。パセリメールでごじってる？どこ？なんかごじってました？気づいてないかも。なんかこじってた。校長先生の話かな。確かにあれだね、わかるよ。
配信して食べれないか続ければ、確かにそしたら痩せていくね。ほんとじゃん。じゃあ24時間配信したらもうガリガリになるやんね。ああ、どうだ。あれよ、みんな、もしみんな、いつも今日に限らずやけど、もしみんなお仕事が早いとかだったら、全然パセの配信より自分の生活優先してくださいね。私の配信リズムはもうバラバラだから、来れる時に来てください。私もなんか自由にもしすぎてるから、始まる時間も終わる時間も特に決めてないので、お仕事次第とかだから、帰宅したらするって感じなので、みんなもあんまりこうなんていうの、行かなきゃって思いすぎずで全然大丈夫です。来れる時に見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皿洗い、あ、皿洗いごじってた。皿が荒かったですか。あら、気づかなかった。皿洗い、何か荒いことがあったのかな。私の予測変換出てきたのかな。普通皿洗いそれになることある？初めて見た。すっごいお皿が荒れてたのかな。 あれかな、食器洗いしたから食器が今荒れてるよみたいなことを書いたのかな、ね、皿洗い。心が荒れてたのかもしれません。でも無事全部お皿も綺麗にできたから良かったです。りんたろーさん、ハートありがとう。ちょっと配信終わるっていうのは別に嘘ではないですよ。私もこの時間に終わろうと思うけど、あ、もっと話したいことがあるとか、みんなに聞いてほしい話があるから長くなっちゃうだけで、別に嘘をついてるつもりはないです。スルーしようと思ったけどいっぱい来るから、なんかそれを見た方が勘違いするかなと思うんで言うけど、別にそういうつもりじゃないです、全然。から皆さんも見れるときに見てください。よろしくお願いします。こんばんは。もう私は今日ちょっと寝不足なので、ちょっとこのままだとなんか見てる方が嫌な気持ちになるかもしれないから、終わろうと思います。終わろうと思います。では壇上見ます。いきます。13位コウジさん、12位中田さん、11位ミギタピポさん、10位ラクさん、9位シーサイド丸さん、8位しんちゃんさん、7位シェンさん、6位ジノラニカウェグレさん、5位クロさん、4位ヒリアスミさん、3位 STU48 応援中さん、2位カメさん、1位山崎さん、ありがとうございます。
なんか私こうやって言うときさ、めっちゃ心臓ドキドキして、ちょっとなんか体が震えて声が震えてしまう。みんななんか嫌な気持ちになったらすいません。ありがとう、今日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあいい夢見てください。おやすみ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。